はい、けめということで今回は PC 用のゲームパッドがあればという前提になりますがその場でみんなでマルチプレイの作り方の簡易版をちょっとやってみたいと思います今の時代的にはオンラインマルチプレイが当たり前の領域になっていると思いますが逆に友達と集まってワイワイとか文化祭の出し物とかまあローカルでのマルチプレイっていうのも作りたいと思うことがあると思います 今回に関してはゲームパッドを複数つないで1つの画面で複数のプレイヤーを動かす方法をやってみたいと思います画面分割に関しても途中やりますオンラインでのマルチプレイはオンライン用のノードのつなぎ方やノウハウをしっかり把握していないとちょっと思い通りに動かないという場面が多くなるかなという気がするんですがローカルのマルチプレイは通常のシングルプレイ用の処理でゲームパッドが複数あれば問題なく動きます Xbox のコントローラーだと PC に接続しただけで u e f 上で動くんですが PlayStation のコントローラーや X インプットに非対応のゲームパッドだと少し手間がかかるようなので確実に動かしたい場合は Xbox 純正のコントローラーを選ぶべきかなと思います今回の撮影には Xbox360 の PC 用のコントローラーとロジクールの F310R を使っていきますまず4.24.3を選んでプロジェクトを作ります このシリーズは4.24でいきます。でまあどのバージョンで立ち上げても多分大丈夫です。でまあ軌からゲームを選択し次へ。で 2D サイドスクロールを選んで次へ。でハイエンドからスケーラブルな 3D2D に変更して名前をローカルマルチマルチサンプルにします。 今回は 2D ベースのゲームで作りますが 3D ゲームでも同じ内容になると思います開いたら、まあ、この左上のソースパネルの表示にして、まあ、フォルダを見やすくしてこのマップ図のフォルダの中に右クリックからレベルでレベル01というマップを作りますでこれをダブルクリックで開いて保存して開いてまず床を用意するために このスプライトホルダーの中にあるこのグレーのプロトタイピングスプライトっていうのを画面に置きます、まあ、これはただ単なるグレーの単なるテクスチャーですがこれを置いて位置を0000にして F キーを押してスプライトの場所を確認しますで、まあ、表示上のカメラをパースペクティブから右にしてワイヤーフレーム表示をヒライティング表示にします でこの状態からこの拡大縮小の値を1000にしますこれを仮に地面にしたいと思いますプレイヤースタートをちょっと画面の、まあ、どこでもいいんですけど地面よりちょっと上の方に置いといてあんまりこうこれからスポーンさせるときにあんまり地面に近いと発生したときに反発があんまりできずに1箇所にガッて固まっちゃうことがあるのでちょっと上に置いときます 次にブループリントホルダーの中のこのゲームモード 2D サイドスクローラーゲームモードこのゲームモードを選んででこのブループリントエディターを開くを選んでこのブループリントイベントグラフの中で P を押しながらクリックをしてビギンプレイを出しますでここにクリエイトプレイヤープレ,プレイヤークリエイトプレイヤーを選んで まあこのあまり見慣れないこのクリエイトプレイヤーっていうのを出します。で、コンパイルして保存して、一応これをよ呼ぶっていうのが最低限度の、最低限度っていうかまあこれ、これを呼ぶだけで一応マルチプレイの必要な要素っていうのが揃うので、このこれをゲームモードに設置した状態で、このままちょっとプレイしてみましょうか。プレイボタンを押すと、まあ、右側のプレイヤーは今、コントローラーで操作していて、 左側のプレイヤーはキーボードで操作してるって感じですね。まあ、ゲームパッドが複数つながっていればですが2体のプレイヤーが操作できると思います。でまあ今現状このゲームモードでクリエイトプレイヤーっていうのを出しただけなんですけど、まあ、これをプレイの横にあるこの三角形ちっちゃい三角をクリックしてこのプレイヤー数っていうのを、まあ、例えば4とかにすると まあ、キャラクターが複数増えていくんですけど、まあ、これ、デフォルトポーンが1個あって、それプラス、マルチプレイヤーが増えてるっていう形になってるので、まあ、4って打ったけど、5、5体いるっていう感じですよね。ただ、これ、簡単にプレイヤーが増やせるんですけど、ちょっと、ちょっとこのエラーは置いといて、えっ、ー、と、このプレイヤー数、まあ、ここの変更を、まあ、ここでしたとしても、ちょっとした問題としては、 これはまあエディター上の簡易的なテストプレイ用の数字がここに打たれているっていう形になるのでパッケージ化した時にはここの数値っていうのはまあ何の影響もないっていう状態になるのでテストプレイをするときにはここに数値を打つっていうのでもいいんですけどマルチプレイゲームを作るっていう感じでいくとまあここの数値を操作するっていうのではなくちゃんとマルチプレイ用に処理を組んでおく必要があります でまあ、マルチプレイ用の処理としてはもう一回ゲームモードを開いてこのセルフを選んだ状態でまずここのデフォルトポーンクラスっていうところの 2D サイドスクローラーキャラクターっていうところ、まあ、キャラクターが指定されてるんですけど処理を組むときにこれにデフォルトポーンクラスにキャラクターが入っていると、まあ、これからキャラクターをスポーンさせるときとかそういうときにこのデフォルトプレイヤーとスポーンさせるキャラクターっていうのがまあ干渉というか ま数合わせの時にちょっと邪魔になるので、これデフォルトポーンクラスを Non にしといた方が、まあ、処理、マルチプレイヤーを作る時の処理としては、ここを Non にしといた方が、まあ、後々処理しやすくなると思います。まあ、そこまで済んだらコンパイルして保存。まあ、あとはこのマルチプレイヤーをスポーンさせて発生させる方法と、キャラクターを直接画面に置く方法っていうのがあって、 比較的簡単かなという直接置く方法をまずやってみようと思います。まあ、キャラクターは直接このビューポーズに置いて、まあ、置いただけだと何も設定されていないので、まあ、プレイをしても真っ暗な画面,画面になるんですけど、まあ、これはまあコントローラーに何も当たってないので、まあ、カメラは何も設定されてなくてこの000地点にカメラがあるっていう状態で。 そのゼロ地点のカメラから見ると何も見えないので真っ黒っていうことですね。でもこれを解消するためにこの左側のキャラクターを選んでこの詳細キャラクターの詳細の欄のかなり下の方ですねかなり下の方にあるこのポーンこのポーンってなっているもののオートポゼスプレイヤーっていうところがまあディセイブルってなってるんですけどこれをプレイヤーゼロってすることで まあこれはプレイヤー0のコントローラーが割り当てられますよっていう設定ですね。まあ、これでプレイをしてみると、まあ、一応今まで通りというのかなちょっと下の黒い今上下に分割されてるんですけど、まあ、下は2プレイヤー目がいないのでこんな感じになってるってことですね。でもう一個この2プレイヤー目というかまあ右側に置いといたやつにこのポーンのディセイブルをプレイヤー1っていう のを当ててあげると、これで多分左側にいるのは1プレイヤー右側にいるのがコントローラーで操作できるプレイヤーって感じですね。で、まあ、この時点だとコントローラーが2つないと1個しかコントローラーがないと、まあ、右のキャラクターは動かないと思うんですけど、まあ、ここをコントローラーが1個しかない場合プロジェクト設定のマップモードっていうところを 開いてこのローカル多人数プレイってなってるところのプレイヤー1のゲームパッド割り当てを省略ってところにチェックを入れるとこれあの説明でも書いてあるんですけどキーボードキーボードをプレイヤー1でコントローラーはプレイヤー2以降っていう形に割り当てるっていう設定なのでここにチェックを入れておくとコントローラーが1個しかなかった時にとりあえずプレイマルチプレイをテストしてみたいって時にまあ プレイヤー1をキーボード、プレイヤー2をゲームパッドっていう形で分けることができます。簡易的に試したいときは、まあこういう方法がいいかなと思います。で、まあ現状こう、プレイをすると、まあ上下に分割されているんですけど、これをプロジェクト設定の今見たこのローカル多人数プレイってなっている、このまあ分割を使用にチェックを外すと、まあプレイヤー1だけのカメラになるんですけど、今この2、 2プレイヤー分割画面レイアウトっていうのがホリゾンタルっていうのが上下分割でバーティカルっていうのが、まあ、プレイをしてみると、まあ、左右に分割するっていうちょ,ちょっと地面が地面がつながっちゃってるんで分割してる感が分かりづらいですけどって感じですね、まあ、他にも、まあ、ここの設定が2人プレイ2プレイの場合 3プレ3人プレイの場合、4人プレイの場合っていう形で、まあ、昔のマリオカートとかそういう風にしたければっていう、まあなんかいくつかパターンがあるんで、4人プレイとか3人プレイの時は、まあ、この辺を調整するといいのかなっていう感じなんですけど、一応今回はちょっと画面分割は使わないでや、えー、と進めていくために、この分割画面を使用のチェックを外します。で、保存してプレイをすると、 まあ画面が1個だけっていう感じになる。まああとはレトロ系、レトロ系の2人用のマルチプレイをする場合なんかにはカメラ、カメラを別に用意してカメラを別に用意してこのカメラに対してこのオートプレイヤーアクティベーションっていうところにプレイヤー0を当ててあげることで、まあ、このカメラがアクティブになるという感じで Z 軸にマイナス90と打って 1500で平行投影にして横幅を2048ってあんまり特に意味がある数字ではないんですけどこんな感じにしておくと、まあ、固定カメラでっていうマリオブロス最初の頃のマリオの2人用のゲームみたいな感じに、まあ、する場合はそういうこんな感じでもいいのかなっていう気がしますでまあとりあえずの簡単に2人用の環境を用意するには これが最小構成かなっていう気がするんですけど3人以上の場合は3人に増やしてオートポゼスプレイヤーを3番目という形でプレイヤー2っていう状態にした状態で、まあ、この状態だとちょっとコントローラーが足りないっていう状態でゲームモードに行って、まあ、これ最初これを知った時必要な個数分コントローラーを追加してくれるもんだと思ってたんですけどまあなんかこれ1回 このノードで1個だけコントローラーが作られるみたいなのでまあちょっと不格好ですけどこう2個用意することで1人用の時は、まあ、まあ1人用の時も2人用の時もまあ1個でいいんだけど3人用になってまもう1個必要になってくるっていう感じだったんですよねちょっとこの状態でプレイをしてみると、まあ、左からキーボード真ん中が XBOX で一番右が ロジクール310っていう形で一応3つ増えているっていう形で4人目もまコピーしてこっちをまあ増やせばいいかなっていうところなんですけどまここもまあなんか1個ずつ増やすんではなくループさせるっていう形でま必要な回数分ループをさせれば何番から何番みたいな4人だったら0から3っていう感じなんですかね。こんな感じに することで一応直置きする場合っていう方法はまあこんな感じかなと思うんですけど、まあ、次に、まあ、レベルに直接置く方法じゃない方法として、まあ、ちょっとこう直接置くのはやめてゲームモード上で何とかしようっていうなんとかっつうか、まあ、スポーンキャラクターをスポーンさせようっていう方法に関しては、まあ、今こうループで組んだんですけどこのマイナス1っていうのがまあ足りてない。 足りてないといなうか、必要なところにコントローラーを自動で ID を割り振るっていう状態なんですけど基本的にはこのコントローラー ID っていうのが0が1プレイヤー1が2プレイヤー2が3プレイヤー3が4プレイヤーっていうことになっているのでこのループの回数分 0, 0から順番に0123っていう形になっているので、まあ、必要な回数、まあ、4人用だったら0から3っていう形にしておいてこの状態で コントローラーが4人分あるのでここにスポーンクラスからアクターをスポーンしますっていう形で接続してあとは構造タイピンを分割してちょっとまあ発生する場所をちょっと調整しますとまず発生する場所が今000の状態だとちょっと地面の中にめり込んでしまうのでもうちょい上の方から発生させたいので Z の位置は一応ちょっと200っていう仮に200ってやっておますで今の状態だと200の状態で この辺に4体重なって発生してしまうのをちょっと順番を1個目2個目っていう形で i n t f l o と i n t × f l o a と1個目は0から 0×100 で0で2個目は 1×100 で100右にずれるっていう感じになりますでここで今エラーが出てるのはこのクラスが選択されていないからっていうことでこの 2D サイドキャラクターを選んでこうすることで キャラクターが発生しますっていうところでキャラクターが発生するんですけどコントローラーがこの状態だと当たっていないのをここでゲットコントローラーゲットプレイヤーコントローラーを持ってきてここの番号がこのループの番号1回目の処理に対してはプレイヤーインデックス0が当たって4回目の番号に関してはプレイヤーインデックス3が当たるっていう形で ここのコントロープレイヤーコントローラーからポゼスっていうこのプレイヤーを指定しますっていうノードを出してきて、まあ、ここに繋げますって感じですね一応最低限というかまあこういう組み方まあこの位置関係に関しては簡易的に置いてるっていう状態ですけど、まあ、この状態で直置きしてない状態でプレイをする分にはこういう形で左からキーボード XBOX360 これがロジクール310で4人目は今コントローラーがつながっていないので操作できないですけどまあそういう発生のさせ方もできるかなっていう感じですまあこれコントローラーいくつまでいくんですかねとりあえずこの分割画面的には4体っていう設定になってるみたいなんですけど一応この10体とか置いても発生はするんですけど、まあ、コントロールできるのか多分エラーが出るんですよねこれ うーんまあ、これコントローラーがないからエラーが出てるのかもともと4体以上発生させるコントロールさせる設定になってないのかがちょっと今コントローラーが4つ以上ないのでちょっと確認ができないんですけど、まあ、とりあえずこんな組み方で発生させれば少なくともまあ0から3っていう形で4体発生させて4体分は動かせないんですけど。 4体分は動かせないけどとりあえず4体の場合はエラーが出ないのでって感じですかね。まあ、あとはスポーンさせる方法をこのスタートプレイヤースタートを4か所指定して発生させる方法とかあとはこう4体のプレイヤーの、まあ、中央にカメラを設置する方法だったりプレイヤーが離れたらカメラもちょっと離れて4人のプレイヤーが近寄ったらカメラがズームするみたいな方法も。 ストレジフォさんっていう方が丁寧に説明してくれている動画があって興味がある方はこちらの動画を参照してみてください、まあ、この動画でも実演してみようかなと思ったんですが、まあ、そこそこ内容が長いのとやってることのコピーになってしまいそうなので、まあ、動画を紹介する形にしますって感じですかね、まあ、高校の文化祭とかでマルチプレイのゲームとかがあると割と盛り上がると思うのでローカルのマルチプレイもおすすめです 今回参考にしたブログや動画のリンクを動画の説明欄に載せておくのでそちらもご確認ください。という感じで次回の動画もよろしくお願いします。